大竹新思考有録月曜日こちらはいつも通りです経済アナリスト森永卓郎さんですはい毎度ということでですねもう今日はずっと話してきたのでいきなり本題ドーンと入りたいと思うんですけど、はい、あの私は本当に今この安全保障関連法案で日本が大きく変わるまあ一種の分岐点にいると思うんですけれども、ね、あの実は鍵を握っているのが、はい、その 維新の党だと思うんです、はいえー、で実はですね、えー、昨日の夜ですね、はいえー、安倍総理とその維新の党の最高顧問の橋本徹大阪市長が、ですね、はいまあ、ホテルで、えー、3時間にわたって、えー、ご飯を食べたと。これ、松井さんも一緒だったんですね、はい、大阪府知事のね。うん、ご飯を食べた 単にご飯食べてるはずがないので、うんえー、まあこれをそらくですけれども、その安倍総理の側から言い出したっていうことなんで、うん、その安保関連法案でね、えー、その維新の、えーまあ、協力を求める。 いいうふうふに、えー、頼んだんだじゃないかであのさっき一台のニュースで、橋下徹大阪市長がツイッターで、民主党と組むのはよくないと、はいはい、空理空論の党にと一緒にやるのは問題だっていうふうにたそうです、ね、だからこの安倍総理とのお食事が早くも功を奏したっていうか、効果を発揮したんだと思うんですけれども、うんはい、私はですね、この。 結論から言っちゃうと、この安保関連法案、えー、今、ものすごい問題、紛失しているわけですよね。えーでえー、にもかかわらず、うー多分維新が採決に協力する形で、えー、強行採決によって、えー、成立しちゃうんじゃないかと、維新が賛成するとは思えないんですけれども、はい、要するに本、本 会議を欠席して与党だけの単独強行採決っていうのは避けられるんじゃないかっていうその同じ強行でも野党が一党でも入ってるのと全く入ってないのとではその強行するイメージ強さのイメージが全然違うとこれですねもう今、安倍内閣の支持率がもう40%ギリギリのところぐらいまで下がってきているのでもしでそういう。 国会でその無理やりっていうのを繰り返すと、まあ、単独強行採決みたいなのをやると、まあ、政権の維持が危なくなってくるとにもかかわらず維新がそれをアシストするっていうことが起ここるんじゃないかでこれはあの全く根拠なしに言ってるわけではなくてですね、えー、労働者派遣法の改正案っていうのが、あのー、国会で審議されているんですけれどもそこで 維新の瞑想ぶりっていうのもう驚くべきものだったんですね、うんで。これも野党はみんな反対しているんですなんで,でかっていうとこの派遣法の改正案によって、えー、実はあの今まではあの一般の職種については、えー、特定のこの仕事についてずっと派遣で 仕事を続けるっっていうことはできなかたそれは新しい改正案だと人を入れ替えて3年ごとに入れ替えればこのお仕事はずっと派遣の人がやる仕事ですよっていうのを OK にしましょう、うん、でしかも今まではあの専門的業務の26業務に関しては、えー、派遣機関 えー、無期限だったんですですす例えばですねこういうラジオ局とかテレビ局でこうディレクターさんとかご専門的な仕事をしてる人が派遣で最初ずっと来てたんだけどもう5年10年やってるうちに「もうもうこの人なしだともう,もうあらねえや」って言ってその人が社員になるっていうケースもそんな多いわけじゃないですけどでも確実にあったわけですよ。でももこれかからどうううなるかっていうともう 職種を問わず全部3年が上限ですよっていうふうに切り替えるでこうすると派遣労働者の人っていうのはもう放浪の旅に出なきゃいけないし、うん、いろんな職場をでいつもこう新,新入りになっちゃうわけですよその職新しい職場ではねででそうすると結果的に派遣にずっと固定化されるっていうことが起こるのでこれはダメでしょって言って でで野党は反対してきたわけですでこの派遣法の改正案に対してその維新とそれから生活と民衆の3党がまあ合同で同一労働同一賃金推進法案っていうのをまあ議員提案の形で出したわけです、ね。ある種対案という形でで出したわけですよねそうですそうだからこう格差が生まれるけど、まあ、賃金が同じだったらまあしょうがないかな。 でこれはですね私は極めてまともな法案だと思ったんです。で、それはなんでかっていうと、先進国では同一労働、同一賃金っていうのは当たり前なんですよ、同じ仕事してて、えー、給料が違うっていうのは、これはおかしいんですね。ねところがですね、この維新が突然、単独で、 その自民、公明、与党と集積協議をやってです、ね、でこの同一労働同一賃金の法案をです、ねえー、待遇の均等及び 均衡の実現っていう難しい表現なんですけど、うん、要するに、あの、正社員と派遣社員は、まあ、その地位が違う、背負ってるもんも違うので、えー、その間では別に同一賃金にしなくてもいいですよっていう、もう完全骨抜きの修正をするっていうのを、与党と合意して、で、 この同一労働同一賃金推進法案を成立させるのと引き換えに労働者派遣法案の採決に応じると、うん、だからこれも与党の単独強行採決になるところを維新が出ちゃう。 ということで、おそらくこの労働者派遣法の改正案は、成立しちゃうんですね。うん、維新の協力で、えー、成立しちゃったとお前、ダメだって、ついこの間まで言ってたじゃないかっていうふうに思うんですけれども。今、森永さんがおっしゃったケースと同じようなケースが、安全保障法制に関しても起こりうるとえ。で、それをやってくれっていう依頼を、多分安倍総理は、 橋本市長にしたんじゃないかな昨日の会談で夕食会で。ね、で私はですねその何が怖いかっていうとですねこれ実は維新っていうのはもともと大阪維新の会から国政に出てきたのでまあ大阪組とその他組っていうふうに分かれているんですよ。ね、えこののの大阪組の人たちっていうのはあの今でも 橋本市長を市と仰いでいてでもうどこまでもついて。 いきますなんとか国政にまた引っ張り出したいと思ってるっていうとこ東京のメディアではあんまり報じられてないんですけど大阪派でそういう大阪の維新の人たちに聞くともう橋本は引退なんかさせねえんだ彼は日本にとって最も大切な人だっていう人がいっぱいいるわけですよでもう一つこれも東京ではあんまり報じられてないんですけど大阪の維新の、えー、議員はもうみんなすごいタカ派なんです。 え橋本市長がえ僕なんかハト派ですよって言っちゃうぐらい、うん、すごく高派なんですね。だからこの人たちは本音では安全保障関連法案に賛成なんですよ。っていうことはね、この維新がこの橋本さんの、えー、指揮の下、えー、一気にこう自民党を手助けする方向に行っちゃうんじゃないかな。でもね、これ、えー、実は安全保障関連法案の その審議の中で、えー、例えばあの国会に呼んだ3人の憲法学者がそれ揃って憲法違反だっていう意見を述べて、えー、で菅官房長官がそんな合憲だっていう学者はいっぱいいますよ っって言って言たんですけどじゃあ名前を言ってみろって言われて3人しか言えなかった、えー、私が知る限りも,もう全体で見るともう本当にこれが合憲だなんて言っている学者はほとんどいないっていうのが実態なので,で国民ももうちょっと丁寧にこれ日本のあり方を変える問題ですから丁寧にやりましょうよっていう国民があって 圧倒的であとにか,かにかく国会延長して夏までにもう強行採決だってこれは私はいくらなんでもちょっとひどすぎるかな、うん、であのある大阪の人が橋本徹の役割は破壊だと大阪市をぶっ壊すぶっ壊さないと新しいものが できないんだって言ってたんですけれどもこのまんま行くと橋本さんの指揮の下、えー、日本の平和と平等がぶっ壊されちゃうんじゃないかっていう気が私はして仕方がなくてですね是非、えー、ですねもう、えー、引退するっていうふうにおっしゃってるんですけどいまだにキーマンになっているのでここは一つですね 冷静にやりましょうよっていう大きい土産を残してほしいなって。逆に言うと、その強行採決の手助けをして、正、え、解、ー、を去るのは、ちょっとあまりに無責任じゃないかなっていうふうに私は思うんですけど、きっとこの声は、 届かないんだと思うんですね。うん、ある種、あの、引退をすると言っていながら、えー、陰性を敷いているかのようなイメージですよね、今のところね。そうなんです。うん、まあ、私の意見を聞いてくれないのは、私は橋本大阪市長から、バカコメンテーターって呼ばれた <laughs> 1> 第1号ですから。<laughs> 記念すべき <laughs>、えーえー。でもですね、えー、バカでも、えー、平和と平等は守るべきだと、 私は思いますけど、ねうんまああの憲法学者の3人の方が憲法審査会でこれは違憲であると安全保障法制はって言ったところでまたいろいろ大きな潮目が変わってこのまま安全保障法制この国会乗り切れるのかな通過するのかなっていうところでまた、えー、官邸が反撃に出たとつまり民主党維新の党が野党党として一緒になることをこうくさびを打ち込んで分断して、ええ、維新の党を自分たちの方に引き寄せてでそのキーマンが。 橋本徹市長だったんだなっていうのが今の状況なんですよね、うんまあ、あの安倍総理、あるいは官邸、政府としては、当然そういうことは自分たちの考え方を通したいがためにやっていくとは思いますけど、またその安全保障法制、ちょっと今、疑問だよって思う人たちは、今度どういう行動をしていったら、また潮目が変える、うん、いや分かんない、これをなかなか止めるのが難しいんですけど、私、個人的には、 今度の選挙で見てろって、個人的には思ってますけどね、えそれが国民的な流れになるかどうかはまだ全くわからないですよね。ただ今度の選挙で見てろって言っても、もう法律は成立してしまって、はい、で、日本の進路としては大きく、あの、火を切る、切った後だと。 どううしようもないいっていうところも,あます、ね、まあもう一度法律を作って戻すあのやっぱり私何度も日本国憲法を読んだんですけどどう読んでもあの外国に行って、えー、武力行使の手伝いをしていいっていうふうに書いているとは全、ま 全く読めないですもう何度読んでもあの戦争の放棄と武力行使はやめますって書いてあるんですよ、日本語憲法には、うんまあ、憲法学者の人たち、何を言ってるかというと、その安全保障云々じゃなくて、あの法律は憲法に照らすと、どう考えたって無理がありますよと、これは立憲主義破壊しますよっていうことを言ってるわけで。はいね、それは まあ、理にかなっているような気はしますけどね。だったら、憲法改正をちゃんとやった方がいいんじゃないかっていうことですよね。多分ね、法案が成立した瞬間に、これは違憲だっていう裁判が起きると思います。はい、森永卓郎さんでした。明日はコラムニストの深澤真さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。 大竹紳士考有録月曜日こちらはいつも通りです経済アナリスト森永卓郎さんですはい毎す。イマイということでですねもう恐怖はずっと話してきたのでいきなり本題ドーンと入りたいと思うんですけど、はい、あの私は本当に今この安全保障関連法案で日本が大きく変わるまあ一種の分岐点にいると思うんですけれども、ね、あの実は鍵を握っているのが、はい、その 維新の党だと思うんです、はいえー、で実はですね、えー、昨日の夜ですね、はいえー、安倍総理とその維新の党の最高顧問の橋本徹大阪市長がですね、はい、まあホテルで、えー、3時間にわたって、えー ご飯を食べたとこれ、松井さんも一緒だったんですね、<laughs> はい、大阪府知事のねご飯を食べた、単にご飯食べてるはずがないので、えーまあ、これをそらくですけれども、その安倍総理の側から言い出したっていうことなんで、んその安保関連法案でね、えー、その維新の、えーまあ、協力を求める。 いいうふうふに、えー、頼んだんだじゃないかあのさっき一台のニュースで、橋下徹大阪市長がツイッターで、民主党と組むのはよくないと、はいはい、空理空論の党にと一緒にやるのは問題だっていうふうにたそうですね。だからこの安倍総理とのお食事が、早くも功を奏したっていうか、効果を発揮したんだと思うんですけれども、うんはい、私はですね、この。 結論から言っちゃうと、この安保関連法案、えー、今、ものすごい問題、噴出しているわけですよね。えーでえー、にもかかわらず、多分維新が採決に協力する形で、えー、強行採決によって、えー、成立しちゃうんじゃないかと、維新が賛成するとは思えないんですけれども、はい、要するに本、本 会議を欠席して与党だけの単独強行採決っていうのは避けられるんじゃないかっていうその同じ強行でも野党が一党でも入ってるのと全く入ってないのとではその強行するイメージ強さのイメージが全然違うということですね、はい、でこ,れでこれは私はいくらなんでもちょっとひどすぎるかな、うん、であのある大阪の人が橋本徹の 役割は破壊だと大阪市をぶっ壊すぶっ壊さないと新しいものができないんだって言ってたんですけれどもこのまんまいくと橋本さんの指揮の下、えー、日本の平和と平等がぶっ壊されちゃうんじゃないかっていう気が私はして仕方がなくてですね是非、えー、ですねもう、えー、引退するっていうふうにおっしゃってるんですけどいまだにキーマンになっているので。うん ここは一つですね冷静にやりましょうよっていう大きい土産を残してほしいな逆に言うとその強行採決の手助けをして正解、えー、を去るのはちょっとあまりに無責任じゃないかなっていうふうに私は思うんですけどきっとこの声は。 届かないんだと思うんですね。うん、ある種、あの、引退をすると言っていながら、えー、陰性を敷いているかのようなイメージですよね。えー、そうですよね、今のところね。そうなんです。うん、まあ、私の意見を聞いてくれないのは、私は橋本大阪市長から、バカコメンテーターって呼ばれた <laughs> 1> 第一号ですから。<laughs> 記念すべき <laughs>、えーえー。でもですね、えー、バカでも、えー、平和と平等は守るべきだと、 私は思いますけど、ねうんまああの憲法学者の3人の方が憲法審査会でこれは違憲であると安全保障法制はって言ったところでまたいろいろ大きな潮目が変わってこのまま安全保障法制この国会乗り切れるのかな通過するのかなっていうところでまた、えー、官邸が反撃に出たとつまりそうそう民主党維新の党が野党として一緒になることをこうくさびを打ち込んで分断して、ええ、維新の党を自分たちの方に引き寄せてでそのキーマンが。 橋本徹市長だったんだなっていうのが今の状況なんですよね、うんまあ、あの安倍総理あるいは官邸政府としては当然そういうことは自分たちの考え方を通したいがためにやっていくとは思いますけどまたその安全保障法制ちょっと今疑問だよって思う人たちは今度どういう行動をしていったらまた潮目が私はですねその何が怖いか。 って言うとですねこれ実は維新っていうのはもともと大阪維新の会から国政に出てきたのでまあ、大阪組とその他組っていうふうに分かれているんですよねこの大阪組の人たちっていうのはあの今でも橋本市長を首と仰いでいてでもうどこまでもついて 行きますなんとか国政にまた引っ張り出したいと思ってるっていあ東京のメディアではあんまり報じられてないんですけど大阪派でそういう大阪の維新の人たちに聞くともう橋本は引退なんかさせねえんだ彼は日本にとって最も大切な人だっていう人がいっぱいいるわけですよでもう1つこれも東京ではあんまり報じられてないんですけど大阪の維新の、えー、議員はもうみんなすごいタカ派なんです。 え、橋本市長が、え、僕なんかハト派ですよって言っちゃうぐらい、うん、すごく高派なんですね。だからこの人たちは本音では安全保障関連法案に賛成なんですよ。っていうことはね、この維新がこの橋本さんの、えー、指揮のもと、えー、一気にこう自民党を手助けする方向に行っちゃうんじゃないかな。でもね、これ、えー、実は安全保障関連法案の その審議の中で、えー、例えばあの国会に呼んだ3人の憲法学者がそれ揃ろって憲法違反だっていう意見を述べて、えー、で菅官房長官がそんな合憲だっていう学者はいっぱいいますよ っって言って言たんですけどじゃあ名前を言ってみろって言われて3人しか言えなかった、えー、私が知る限りも,もう全体で見るともう本当にこれが合憲だなんて言っている学者はほとんどいないっていうのが実態なので,で国民ももうちょっと丁寧にこれ日本のあり方を変える問題ですから丁寧にやりましょうよっていう国民があって 党的であるにもかかわらず、とにかく国会延長して夏までにもう強行採決だ。で、この派遣法の改正案に対して、その維新と。それから生活と民主の三党が、まあ合同で、えー。同一賃金、ええー、同一労働同一賃金推進法案っていうのを。まあ議員提案の形で出したわけです、ね。ある種、対案という形で出したわけですよね。えそうですそうだから、こう。 格差が生まれるけどまあ、賃金が同じだったらまあしょうがないかなで、これはですね私は極めてまともな法案だと思ったんですで、それは何でかっていうと先進国では同一労働同一賃金っていうのは当たり前なんですよ同じ仕事してて、えー、給料が違うっていうのはこれはおかしいんですねね ところがです、ね、この維新が突然単独でその自民、公明、与党と集積協議をやってです、ね、でこの同一労働、同一賃金の法案をです、ねえー、待遇の均等及び 均衡の実現っていう難しい表現なんですけど、うん、要するにあの正社員と派遣社員はまあその地位が違う背負ってるもんも違うので、えー、その間では別に同一賃金にしなくてもいいですよっていうもう完全骨抜きの修正をするっていうのを与党と合意してでこの同一賃金同一あ同一労働同一 賃金推進法案を成立させるのと引き換えに労働者派遣法案の採決に応じると、うん、だからこれも与党の単独強行採決になるところを維新が出ちゃうっていうことでおそらくこの労働者派遣法の改正案は成立しちゃうんですね、うん、維新の協力で、えー、成立しちゃってだってお前ダメだってついこの間まで言ってたじゃないか っていうふうに思うんですけれども今、森永さんがおっしゃったケースと同じようなケースが、安全保障法制に関しても起こりうると、ねで。それをやってくれっていう依頼を、多分安倍総理は橋本市長にしたんじゃないかなと。昨日の会談で、夕食会でもう今、安倍内閣の支持率がもう40%ギリギリのところぐらいまで下がってきているので、もしでそういう。 国会でその無理やりっていうのを繰り返すと、まあ、単独強行採決みたいなのをやると、まあ、政権の維持が危なくなってくるとにもかかわらず維新がそれをアシストするっていうことが起ここるんじゃないかでこれはあの全く根拠なしに言ってるわけではなくてですね、えー、労働者派遣法の改正案っていうのが、あのー、国会で審議されているんですけれどもそこで 維新の瞑想ぶりっていうのもう驚くべきものだったんですね。うん、でそれは何でかっていうとこの派遣法の改正案によって、えー、実はあの今まではあの一般の職種については、えー、特定のこの仕事についてずっと派遣で 仕事を続けるっていうそれは新しい改正案だと人を入れ替えて3年ごとに入れ替えればこのお仕事はずっと派遣の人がやる仕事ですよっていうのを OK にしましょう、うん、でしかも今まではあの専門的業務の26業務に関しては、えー、派遣機関 えー、無期限だったんですですす例えばですねこういうラジオ局とかテレビ局でこうディレクターさんとかご専門的な仕事をしてる人が派遣で最初ずっと来てたんだけどもう5年10年やってるうちに「もうもうこの人なしだともう,もうあらねえや」って言ってその人が社員になるっていうケースもそんな多いわけじゃないですけどでも確実にあったわけですよ。でももこれかからどうううなるかっていうともう 職種を問わず、全部3年が上限ですよっていうふうに切り替える。で、こうすると派遣労働者の人っていうのは、もう放浪の旅に出なきゃいけないし、うん、いろんな職場を。で、いつもこう新、新入りになっちゃうわけですよ。その職新しい職場ではねで。で、そうすると結果的に派遣にずっと固定化されるっていうことが起こるので、これはダメでしょって言って、で、野党は反対してきたわけです。